今後ろにあるのは何の絵でしょうこれは有名なモナ・リザの作品ですこれレオナルド・ダ・ヴィンチっていう画家が描いた作品なんですけどもこの作品をですね実はレントゲンで撮った写真がありますこの写真を見た時に皆さん何に見えますか私はこの絵を見た時に人間の体の中にあるこういう頭蓋骨頭の骨が実は内部に描かれているのではないかと考えました でアルベルティというレオナルドがたくさんこう学んだ絵画論を書いた先人の方が人間の体を描くときはまず骨を描きなさいそしてそこに肉を乗せさらに皮膚で覆いなさいという言葉を述べましたこの美術解剖学っていうのは人間の体を描く時に必要な解剖学的な知識を学んで美術に応用する学問ですただこれは美術だけではなく漫画を描いたり 様々な学学問問の中に応用されている学問ですで例えば私たち人体を横向きに描くときに今こちらに表したように直線にもし足から胴体をつなげるように書いていたとしたらこれは誤りです美術解剖学ではこんなふうに考えます頭の頭蓋骨の中で顔面部は前にそして背中は後ろに腹部は前にそして腰部は後ろに 足は前にそして下の大腿部はこの後ろ側にこうつながっていくような形でできているつまり人体の解剖学的な構造からいくとこういうふうに螺旋的に振られたような形で人間の体は出来上がっています実際直線であったらもし棒で打った時にそのまま頭部にその刺激が当たってしまいますよねこういう流れを知るっていうことが必要ですで実際先ほどのアルベリティやレオナルド・ダ・ヴィンチもまた こういうふういいに振ったたような体体で人体を描いてました美術解剖学主にここに書いたように体のプロポーションであったりさらには人間の体の骨格や筋肉を学んだりさらにそこから人種差性差そしてさらに年齢差などを描き分ける知識を学ぶことができますそしてさらには人間のその周辺にある生物例えば植物とか動物と人間の体がいかにこうつながっていて そしててまた違っいいるのかということとも学ぶここできますこういった学問が美術解剖学にはあります。実はこれ4歳の子が描いたあの魚の絵です。この魚の絵を美術解剖学的なお話で進めるとなんと10分後にこの4歳の子はこういうふうに絵が変わります。もう一つお見せしましょう。4歳の子の描いたこの絵は10分後このように変わります。じゃあ何を伝えたのか。実は子供たちに 動物の持っている形とか構造についてお話ししただけで絵の描き方を教えたわけではありませんだから子どもたちはさまざまな表現のある魚の絵を描くことができました今私はレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉「優れた画家は何に学び」そして「劣った画家は何に学ぶ」という言葉を提案させていただきますさあこれは何が入るでしょう「優れた画家は自然に学び」 劣った画家は画家家はに学ぶつまり植物であったり動物であったりさらには人間の体を描く知識を学ぶにはその自然の持っている形態や構造そのものについてしっかりと学ばなければ私たちは絵を描くことはできないそしてその学んだことが応用されて医学であったりデザインであったりいろんな領域につながるということが分かります。